今日もいつもおなじみの小山観音さんにおいでいただいております。小山さん、また難しい質問が入ってますよろしくお願いいたしますので、はい、私もね、今ね、この質問を見ましてね、あれこれ自分で聞いたら分かる、あ、まあまあ、それ申します。今日のご質問は東京の世田谷にお住まいの二十歳の OL でいらっしゃいます中里千恵さんからのお便りでございますが、最近会社のお友達のお付き合いで小唄や羽唄の会に時々連れて行かれます。ああいうものを何か情緒があっていいなと思うんですが、未だに小唄と羽唄の区別がつきません。お友達に聞いてもだんだん分かってくるわよというだけで、あまりよく教えてはくれません。なるほど。そんなわけで小唄と羽唄の違いを教えていただければありがたいのですが、よろしくお願いいたしますと、こんな質問なんでございます。これはね、前回の先月の時も浄瑠璃と歌はどう違うっていう追い詰められた私は弱ったんですけれど、これも同じようなことです。そうですね、東次郎さんは千枝千恵さんのお弟子さんだから小唄の方はね、それでね、私もですね、小唄と羽唄というのを聞くとね、あ、これは小唄じゃないとかって感覚的に分かるんですけども、一体どう違うんだって言われると答えられないというのは現状でございます、ね、これはそのパッと見てわかる方法はあるんですね、うん、でそれはまあ昔の言われ因縁は別として、うん、今現在小唄と言われるものは爪で弾きますね。そうですね、それでこれに対して羽唄はバチで弾くということですね、なるほどね、これはもう一目でわかると、というのは羽唄っていうものは本来騒ぎ唄としてできてます、ですから歌詞に格別の意味はない、その場が賑やかになればいいということですから、どうしても大勢の前でちゃんちゃん弾くと、だからどうしてもバチになる、それで時にはお囃子もつくと、こうなる。ああ、そうですか、うん。そうですね。なるほど。で、これに対して小唄というのは本来は四畳半で、ひたった相手一人のために自分の思いをこの、こう聞かせると。で、しかも他のお座敷になるべく漏れないようにというようなことですからね。だから爪でこう弾いてひっそりこう、行くわけです、ね。ですからね、私もよくね、小唄の会なんか出るんですけど、やっぱり、小唄ってのはあんまり大きな劇場でね、マイクを使ってやるんですけどもね、やっぱりそういうもんじゃないですね。ないんだろうと思う、ね。そういう時にはやっぱり羽唄なんでしょうね、そちらの方ではね。やっぱりそういう場合は羽唄の方が合うと。で、まあそれとなんですね、その小唄っていうものも今は小唄のお師匠さんにお付きになって小唄だけ習うって方が多いんですけど、昔はそうじゃなくてね、あの清元とか長唄とか常磐津とかっていうものをやってる方が、宴会になりました、さて関の塔一つっていうとこれが2時間近くかかるんじゃね、宴会はめちゃくちゃになっちゃう、でそれじゃ申し訳ないから自分が小唄の、一節の中に自分の習った、エキスをちょっと入れると、ね、そうすると聞く方は聞く方でまた、あ、この方は一中節をなさったな、この方は常磐津だなと聞き分ける、なるほど、そういうやり方があった。ですから今は小唄なら小唄だけ単品なさいまするけども、そうじゃなくて宴席で迷惑をかけないで自分の素養がよくあるでしょ、ね、この頃ね、あのカラオケっていうのが流行る、あの人にマイクを渡すなと、ね、もう一旦渡したが最後、人には返さないって人があるでしょカラオケ殺人事件なんてありません、そういうことだから、それから思うと昔はそれだけ礼儀正しくって人の迷惑っていうことを考えた、なるほど、だからなるべく短い歌の中で自分も、自分の習った素養をちらっと見せる、ね、聞く方も、あ、この方はと察知るという思いやりのね、人は耐えられる時間で、するというなる、だから今のように小唄だけお慣れになるのも悪いことはないけど、なるべくなら元から習うといいっていうようなことはありますよ ね、 なるほどね、まあ、ちょっとこれは余談ですけども、ですから本来は小唄というものはそういうわけですから、多少外れるというかな、あのつかず離れずと言いましてね、三味線でも歌とこうなるべくこうついたり離れたり微妙に行くわけですわね、羽唄っていうのはやっぱり例えば春雨なんて言うと春雨にというと大体その通りのメロディーを弾く、まあどっちかっていうと羽唄の方が古い形で、小唄っていうのはそれから出たっていうようなものだろうと思うんですけどね、ですからあの羽唄にも、まあ歌う方がありますけども、ここにちょっとあの小唄の夜桜、というのがございますがね、はい、でこれなんか聞いていただきますと、外れるような外れないような微妙なところにこうあるつかず離れずというね、ものを楽しむ、そういうところがこうよく出るんじゃないかと思う。これは春日豊栄芝さんが、歌ってますけど、ちょっとこれを聞いていただいて、はい、はい、では聞かせて、はい、
このね、お聞きになっても色っぽいでしょうが、そうですね、でこういうのをねちょこんと弾きながら、あなた浮気をしてるでしょって、そうですね、この芝居の方でも、うん、この車のね場面になりますと、必ずこの夜桜がね、主題歌のようにかかってくる、ね、スケロクの通人なんかがね、鴨鶴瓶で、赤羽さん、色左衛門がね、あとはこの間やりました、私出てました桑名屋徳造のでもね、その全部吉彦の夜桜がかかりました、とにかく名曲ではですね、でこれがやはり小唄ですから、今のようにあんまり力まないでふーっとやる、なるほど、うん、そうすると相手の方の男がね、これを聞いててチラッと向こうがこう恨むしそうな顔見してみてしまったあれがバレたかなんていうようなところが、これがあの夜桜でも小唄がやればこうなる、これに対して羽唄というのはどこという意味はないと、意味はないけど、そこにそこはかとなくしゃれてて楽しく風雅であるということですね、ですから同じこの春日と栄芝様、今度は羽唄になるとただ栄芝とこうなる同じ人物なんですけど、この方が夕暮れをやってますがね、ちょっとこれもまあ一つ聞いて、まあ聞き比べて、そう隅田川の景色ということですね、絞ってしまいまして、はい、あと何分、お話の結論に持っていっていただいて、はい、だいたいこれ今出たのは5分前なんです。あ、そうですか。終わったら、これ終わったらもう1、2分、はい、分かりました。1、2分ですか、はい、もう私何も言わない、ご聞きの通りでって言っておりますんで、聞くことだみたいにしときますかね。舞と踊りはどう違うなんて、これもある。なるほど、ね、ちょっとね、そういうおっしゃっていただいて聞き比べてみるとよくわかりますね、まあ、ね、それにしても舞と踊りはどう違うとか、浄瑠璃と歌は小唄羽唄、これは一番困る質問ですけどね。なるほどね。まあ、やっぱりつま弾きでそっと、弾いて、はい、それはまあ筆を持って聞くのは小唄であって、まあ、こうにぎやかに、街で弾くのが羽唄と、うん、そういうようなことなんで、まず第一段階はそれで結構だと、私もね、藤本文吉さんの深川とかね、キアリー崩しとか、あれもやっぱ羽唄、ね、あれ羽唄です。カッポレ梅は最初、そうそうそう、春雨夕暮れというのは、まあ羽唄であると、小唄は夜桜とかね、いろいろございますけども、はい、なるほど、そういうふうに、分けていただけばよろしいんではないか、まあ、とりあえずでございますけどね、そう願いでは、まあ、もっとねこういろいろ聞いていただくと、なるほど、でも最近は小唄も羽唄もだんだんこの近くなって同じようなのがありますね。それで困るわけですね。そうですね、分けにくいです。だから小唄なんかでも芝居の場合ですとね、バチでちゃんと弾いて大きくこう歌っちゃうんですね。あ、まあ、そういう方もある。羽唄調にね、ですから昔は小唄もバチで弾いたという説もありますけどね、ですからやはりその辺がまあ分かりにくくなった原因でもありましょうけど、うちの親父さんなんかよく言いますんですけど、小唄の三味線っていうのはこのつま弾きでも肉の音で弾かなきゃいけない、爪の音で弾いちゃいけない、つまり肉の音がするのは小唄であると思うんですけどもね、これはね、それをよくこうね聞き分けていて、ああなるほど、この三味線はつま弾きだなと、この肉の肉声で弾いてるなと思われると、それは小唄であると、このように、覚えていただくというのではないかと思います。どうやら藤十郎さんに結論を出されましたね。いろいろなことを思ってしまいましたんですけども、まあ、そういうことで、ね、たくさん歌舞伎なんかもご覧になっていただいたり、音楽をたくさん聴いていただくと、あ、なるほど、これが羽唄か、これが小唄かというように、またそれでも分かんないときは小山先生のところへまたまた伺って、ということでございますが、中里さんいかがでございましたでしょうか。
小山先生、またまたね、来週再来週といろいろご質問が参っておりますので、はい、またよろしくお願いいたします。お手柔らかに。どうもありがとうございました。ありがとうございました。邦楽ジョッキー構成岡本和彦、お相手は沢村藤十郎でございました。邦楽何でも相談室のお答えは小山観王さんでございました。小山先生どうもありがとうございました。どうも失礼いたします。ではまた来週をお楽しみに。